世界的な飲み水不足の問題の解決につながるかもしれない驚きの技術が開発されました。東京大学などの研究チームは、超高速で水を通しつつも塩は通さないという性質を持つフッ素ナノチューブを開発したと発表しました。こちらをご覧ください。このグラフは右に行けば行くほど水を早く通す能力が高く、また上に行けば行くほど塩を取り除く能力が高いという意味合いなんですが、これ赤で示された今回のフッ素ナノチューブは圧倒的な性質を示しています。特に水を早く流す能力については、これまで研究対象となっていたナノチューブに比べ4500倍に達するということなんです。でこのフッ素ナノチューブのポイントは、名の通りフッ素を用いているということなんですけれども、なぜフッ素によって驚異的な性能が生まれたのかと